この最後の新権時代の初頭に、私たちは全世界に福音を述べ伝えなければならないと主ははっきりとおっしゃいました。1831年に少数しかいなかった新権者に言われたことと同じことを主は現在多くの新権者に言っておられます。年齢や能力、教会での召し、または住んでいる場所に関係なく、私たちは主の再臨前の人の借り入れの技に皆等しく召されているのです。主の葡萄園の最初の働き人たちに主はこう言われました。さらにまた私はあなた方に言う、私の福音を受け入れる者は私を受け入れ、また私の福音を受け入れない者は私を受け入れないのである。またあなた方の教えを説くことが警告の声となるように、各人がそれぞれ隣人に穏やかにかつ柔和に警告するようにしなさい。あなた方は悪人の中から出なさい。あなた方自身を救いなさい。主の器を担う者たちよ、清くありなさい。さてアロン神権者の皆さんは、この主の戒めには皆さんも含まれていることが理解できるでしょう。主の戒めを守れるよう主は必ず道を用意してくださることは分かっているのですから、皆さん一人一人のために主が道を備えてくださると期待してよいのです。主がどのようにして道を備えられるのかを、ある少年の例を挙げて話しましょう。この少年は現在アロン神権の祭司で16歳です。宣教師が初めて到着してわずか1年という国に住んでいます。宣教師はこの国の2つの都市に派遣されましたが、この少年の住む都市には派遣されませんでした。この少年は幼い頃、危険から逃れるために両親とユタに来て、宣教師から教えを受けて家族はバプテスマを受けました。少年はまだ8歳になっていなかったので、バプテスマを受けて教会員になることはありませんでした。両親は事故で亡くなったため、この少年は海を渡って本国にいる祖母に引き取られました。生まれ故郷の都市に帰ったのです。ちょうど1年前の3月のことです。この少年は道を歩いているときに、ある見知らぬ女性に話しかけるべきだと感じ、まだ覚えていた英語を使って話しかけました。彼女は伝道部会長からこの少年の住む都市に派遣された看護師で、間もなくその都市に派遣される宣教師のために住む場所と医療施設を探していたのでした。話しているうちに少年はこの女性と仲良くなりました。この女性は伝道本部に戻ると、この少年のことを宣教師に話しました。2012年9月に初めて2人の長老たちが到着しました。この親のいない少年は、彼らからバプテスマを受けて末日聖徒イエスキリスト教会に入った、その長老たちの初めての改宗者でした。今年の3月で少年は会員になって4ヶ月になりました。アロン神家の祭司の職に選任されて、2番目の改宗者にバプテスマを施して教会に迎え入れることができました。この少年は最初の開拓者である神権者です。これから天の御父の他の子供たちを集めて、人口約13万人の都市に教会を建てることになるのです。2013年3月31日復活祭の日曜日に、その都市の教会に集った会員は6名に増えました。その日集会に参加した地元の会員はこの少年一人でした。前日に膝を怪我してしまったにもかかわらず、断固として教会に行きました。教会まで歩いて行けるようにと祈ったのです。この少年は4人の若い長老と1組の夫婦宣教師とともに聖餐を受けました。神がその王国を建設する上でどのように働かれるかを理解していない人にとっては、これは驚くべき話には思えないかもしれませんが、神がこのような方法で働かれるのを私は何度も見てきました。若い頃ニューメキシコ州に住んでいた時にも主が働かれるのを見ました。預言者は、正直な心のものを宣教師が見つけられるよう助けなさい、そして王国の一員となる人々を愛しなさいと何世代にもわたって私たちに言い続けてきました。忠実な神権指導者と会員に何ができるかを私はこの目で見てきました。1955年に私はアメリカ合衆国空軍の士官になりました。ホームワードのビショップは、最初の赴任地であるニューメキシコ州アルバカーキに旅立つ前に私に祝福を与えてくれました。この祝福の中でビショップは、
私が空軍で過ごす時間は福音を伝える奉仕の時となるだろうと言いました。最初の日曜日、私がアルバカーキ第1ワードに着くと、一人の男性がやってきて、地方部会長だと自己紹介し、私を地方部宣教師に召したいと言いました。私は訓練のために来ただけで、 2,3 週間の訓練が終わったらどこか他の場所に転属されるのだと言いました。すると地方部会長はこう言ったのです。そんな事情は知りませんが、私たちはあなたを召さなければならないのです。その後、軍事訓練の途中で一人の士官が急死し、本部で訓練を受けていた数百人の士官の中から私が選ばれて、その士官のポストに就くことになりました。そのため私はそこに2年間滞在し、地方部宣教師の召しを果たしたのです。ほぼ毎晩、毎週末に私は会員が連れてきた人々にイエス・キリストの福音を教えました。同僚と私は教える人を見つけるために個別訪問することなく、月平均40時間伝道活動をしました。会員たちがたくさん人を連れてくるので、一晩に2家族を教えることもよくありました。すべての会員は宣教師になりなさいという預言者の度重なる呼びかけに応える人たちが受ける力と祝福を私はこの目で見ました。私がアルバカーキを立つ前の最後の日曜日、その都市で初めてのステークが組織されました。この都市には現在聖なる神殿があります。私たちがかつて福音を教えてもらおうと友人を連れてきた生徒たちと共に礼拝堂に集い、御霊が明かしするのを感じたあの都市に主の宮があるのです。彼らは主の誠の教会に温かく歓迎され平安を感じました。ニューイングランド地方で学校に通っていた時にも同じような光景を見ました。私は偉大な地方部会長の顧問に召されました。この地方部会長は一時は教会に対して興味を失っていたにもかかわらず、後に教会に戻って偉大な霊的指導者になった人でした。ホームティーチャーは彼を深く愛していたので、彼がタバコをやめないことを咎めることもなく、彼が神がご覧になられるような目で彼を見ていました。この地方部会長と私は車で山を越え、海岸沿いを走ってマサチューセッツ州とロードアイランド州に点在する小さな支部を訪問し、神の王国を建設し祝福しました。この偉大な指導者と共に奉仕した年月、私たちは人々が模範により宣教師の話を聞くようにという誘いにより友人を教会に連れてくるのを見ました。こうした支部の発展は私には不確かなものに見えましたが、5年後その地を去ることになった日曜日に2人の使徒が来てステークを組織したのです。何年も経ってから私はその地を再び訪れてステーク大会で司会をしました。ステーク会長はベルモントの山が見える場所に私を案内し、そこは神の神殿を建てるのに最適な場所になるだろうと言いました。現在その場所には神殿が建っています。その神殿を見ると、私は小さな支部で一緒に座った謙遜の会員たちや彼らが連れてきた隣人たち、そして宣教師のことを思い出します。今晩この集会には新しい執事がいます。先ほど話した祭司が地元の会員が一人しかいない集会に歩いていったあの復活祭の日曜日、私はこの執事と一緒にいました。彼の父親が今夜はこの子と一緒に親権会に参加すると言うと、その執事は嬉しそうに微笑みました。この執事の父親は彼の父親が伝道部会長を務める伝道部で伝道し、偉大な働きをしました。私はこの父親の曽祖父の1937年版宣教師の手引きを見たことがあります。彼らは何世代にもわたって人々を教会に導く技に携わっているのです。その執事のビショップと話していて、私は主のもとに人々を集めるという親権者の責任を果たす上で、そのビショップがどんな経験を望んでいるのか知りました。ビショップはワード伝道主任が求道者の進歩状況をどう記録しているのかを熱心に説明してくれました。その伝道主任は宣教師と定期的に連絡を取って情報を入手しています。このビショップとワード評議会は進歩しているすべての求道者について話し合います。そしてバプテスマの前に教会員と仲良くなり、活動に誘い、バプテスマを受けた人の成長を助けるために、個人とその家族のために何ができるかを決めます。時には約束が多いためにアロン親権者に同僚になってもらって、宣教師が2組に分かれて教えることもあるそうです。このワードでは伝道計画の一環として、各親権定員会が知人を宣教師に紹介する目標を立てています。執事定員会の会長会ですら目標を設定して、知っている人を神の王国に導く計画を立てるよう定員会の会員にチャレンジしているのです。さて、強いワードの執事と新しく小さな会員の集まりの中の祭司との間にも
彼らと皆さんとの間にも共通点がないように見えるかもしれません。また私がニューメキシコ州やニューイングランド地方で見た奇跡的な出来事は、皆さんがこれまで教会を建てるために行ってきたこととあまり関係がないと思うかもしれません。しかし私たちが神権の責任を果たす上で一致する方法が一つあります。自らを清めて天の御父のすべての子どもたちに福音を携えていくという戒めに伴う個人の義務を果たすという方法です。主が神の王国を地上にお建てになる過程で、私たちは同じような経験をしています。主の教会では素晴らしい手段や組織が与えられているにしても、伝道活動を行うという神権の義務を果たすように預言者によって教えられている基本的な真理があります。1959年4月の総大会でデビッド・マッケイ大官庁はこの原則を教えました。トーマス・S・モンソン大官庁を含むそれ以後の預言者も同じ原則を教えています。マッケイ大官庁は総大会の閉会にあたる話の中で、1923年のイギリス伝道部では伝道部内の会員にある一般的な指針が送られたことを話しました。マッケイ大官庁は次の決定を下したと言ったのです。すべての教会員に責任を与えます。つまり来たる1923年にはすべての会員が宣教師になるのです。すべての会員は宣教師です。お母さんを教会に連れてきても結構ですし、お父さんでも結構です。職場の同僚を誘っても構いません。あなたを通して誰かが真理の素晴らしいメッセージを聞けるようにしましょう。そしてマッケイ大官庁は続けてこう言いました。これが今日のメッセージです。150万人の会員が宣教師なのです。2002年に伝道活動がビショップの責任になったと発表があったとき、私はどうしようかと思いました。ビショップたちは会員を教え導き、ワードの組織に指示を与えることで、すでに能力の限界まで責任を果たしているように思えたからです。私が知っているあるビショップは、これを責任が増えたと思わず、すべての会員が宣教師になるという大きな目標のもとで、ワードを一つにまとめる機会だと考えました。彼はワード伝道主任を召しました。そして毎週土曜日に自分が宣教師に会って、その活動について知り、宣教師を励ましました。ワード評議会では奉仕の経験を通して伝道の備えをする方法を見出しました。そしてイスラエルの判事として、若い人たちが贖いの祝福を実感して自らを清く保てるよう助けたのです。このビショップのワードでは、回収者のバプテスマが急増し、イエス・キリストの福音を世界に述べ伝えるために備えをし、熱意に燃える若者が増えています。これについて最近ビショップに説明を求めたところ、会員たちが何か義務を果たしたということではないようだというのです。会員たちがこのような幸せを感じているのは、人々を生徒の仲間に入れたいという熱意の点で彼らが一致したからだったのです。この上昇傾向を熱意の副産物と考える会員もいます。彼らはモーサイの子供たちのように、自分の生活の中に罪の影響があるのを感じ、神の教会の中にある贖いの驚くべき癒しの力を感じました。救い主がくださったこの賜物に対する愛と感謝の気持ちを感じたからこそ、すべての人が罪の悲しみから逃れ、許しの喜びを味わって一緒に神の王国に入れるように助けたいと思うようになったのです。彼らが一致団結して人々に奉仕できたのは、神への愛と友人と隣人への愛があったからです。彼らは周囲にいるすべての人に福音を伝えたいと思いました。そして彼らは自分の子供たちを主に召されて、主の葡萄園の他の場所で人々に教え、明かし、使えるにふさわしいものになるよう訓練しました。あの新しい執事が福音を伝えて王国を建てる義務を果たす大きなワードであろうと、あの新しい祭司が奉仕している遠く離れた小さな会員の集まりであろうと、目的は同じです。執事は神の愛に流されて教会員でない友人に働きかけます。友人と一緒に教会の奉仕や活動を行い、次に友人とその家族を宣教師に紹介して福音を教えてもらいます。バプテスマを受けた人々は友人を必要とし、彼が回収者にとっての友人となるのです。祭司は生徒たちの小さな集まりに他の人々を誘います。そこで神の愛と贖いがもたらす平安という祝福を感じてきたからです。
この祭司が続けて神権の義務を忠実に果たすならば、この集まりは支部になり、いつの日か自分の住む都市にシオンのステークが組織されるでしょう。ワードには面倒見のいいビショップが召されます。この祭司の息子または孫がいつの日か神のしもべを近くの丘に案内して、神の神殿を建てるには素晴らしい場所ではないですかというようになるかもしれません。どこにいようと、神の神権の中でどのような義務を受けていようと、私たちが全世界に福音を携えていくという目的において一つとなれますように。また人々が罪から清められ、私たちと共に神の王国に入って幸せになれるように祈ります。教会を司る主であられるイエス・キリストの御名により、アーメン。